たまたま、イタリアのピッティウォモの展示会場で、ハンリーさん、ブロガーのハンリーさんから、突然声かけられて、まあ、UA の鴨下さんですよね、ぜひちょっとインタビューさせてくださいっていうのと、まあ、ブログに出したいので撮影させてくださいみたいなところから知り合いになったんですね。でそれが2年ぐらい前かな。でいろいろ友人とか業界の関係者とか非常に顔広い方なのでいろいろな方を紹介してもらって、それでたくさんの知り合いができたっていう、そんな感じですね。 Since Kamoshitani is one of my kind of ideal style guy, and then I keep posting him, and then I like, since he's an Asian guy but who is very fashionableAnd then I decided to utilize his image and then his way of being fashionable. And then he became much more popular than before. And so I think everybody who interested in fashion knows him. So yeah, his influence to the Korean market is quite much influential than before.必ずよりますマストリサーチポイントですね。この一角はそんなお店がいろいろあって、あの僕らの知らない層だったので必ずチェックしますね。このインディペンデントですよね。それはね、日本も同じですね。流れとしてはこれからやっぱり大きなとこからもうちょっと小さいところのコアなお客様の顔が見える距離感、そんなお店が多分この街もこれから増えていくんじゃないかな。에 대해서 굉장히 정확하고 날카롭게 지적을 해주셔서 저한테는 큰 도움이 될 것 같고 워낙에 그것도 굉장히 젠틀하게 해주셨기 때문에 만나고 나서 굉장히 기분이 좋습니다. 매 번에 行く 단비니 새로운 사람이 出会えるんですね. すごい 특히 한국의 사람들은 何が 素晴らしいって 情熱が 強いですよね。情熱家で、何でしょう、やっぱりその前進する力みたいなものがすごい強いのをこう話をしてて感じ伝わってきますよね。どうぞ。そうですね、期間によるけど1日 1.5 着、その着替える日もあれば着替えない日もあるので、1日1着でたまに夜行く場所によって着替えますから、この風呂敷っていうか、これは自分で作った昔作った、オリジナルのバンダナとして売ってたんですね。でスカーフ用として作ったんですよ。本当はスカートなんです、はい、でもこれを風呂敷としてシャツとか下着とかニットとかを
袋に入れるよりも、まあ便利かな、僕にとって。 ある程度の量を、許容範囲がすごく広いので、これで簡単にこうやって結ぶだけ。これでそれぞれのアイテムを、まあ、まとめて、はい、やるのが僕のいつもの旅支度。お店も前回その鴨志田さんの取材で行った時に何軒か見ていくと、今までのソウルではなかったようなクラシックだとかアメリカントラディショナルみたいなことをベースに置いたお店っていうのがセレクトショップだったりできていて、でそれこそ鴨志田さんのブランドとかも入っているようなギャラリアっていうデパートなんかもすごくセレクトもいいデパートだったし、なんかそういうお店自体も変わってきてるなという感じがした。なんか雑誌もあるしお店もあるしショーもなかなか衣装もあって、なんか今後広がりがある場所じゃないかなというのがソウルのそのファッション事情をちょっとパーッと見て思ったことですね。韓国の市場っていうのはなんで興味深いかなっていうのは、今すごく面白い意味でバランスが悪いですよね。街、その、まあ、ファッションのマーケットとか、皆さんのファッションに関するその、いろいろこうデコボコした、そういう完成されてない面白さっていうのはすごい感じるんですね。だからこの将来にすごい期待するし、おそらく、まあこういうその何でしょう、ネット社会っていうスピードからしてももうほんの数年で、劇的に変わっていくんじゃないかなっていう、それをずっとこう見ていきたいなっていう、はい、そんな気持ちですね。